テレビにはまたフジテレビを頑張りましょう。え、乗っ取りに行くんですか。いや、乗っ取りっていうか乗っ取りっていう言葉良くないですね。なんかね、普通に買収したいですよね。そういえばワーワー買収しに行ったことありますよ。大森さんが。いつの話。ちょ、言っていいですか。2003年とか4年ぐらいじゃない。ワーワーも上場してたんで、で業績不振だったんで。フジテレビ行く前ですよ。え、それ表になってるんですか。いや、別に言ってないですけど。え、今初めて言ったんですよね。多分どっかで言ってますよ。さ、ワーワーの話はどうなったんですか。いや、結局なんか一生に付されましたけど。てか、ワーワーよりもそれは当時だとフジテレビの方が全然価値ありましたから、ね。いや、まあでもフジテレビはその段階では2002年とか3年ぐらいなんで、うちは買う体力がまだなかった、ね。いや、まあそうですよね。で、ワーワーは買えそうだったんで行ったんですよ。一応行ってみたんですよ。そしたら僕と同級生が社長室かなんかに行って、はい、なんか堀江とこんなところでこんな感じで会うとは思わなかった。でも買っとけばよかったっすね。変えたら、変えたかったっすね。堀江さんだったら違うまた結果が出る。でも今結構ワーワー調子いいですよ。その時に、だからワーワーに対してもそうやってお金を出したから、うん、要は電通よりも NHK の方がお金持ってたんですよ。それで、とにかく電通の妨害をし、バイングパワーがあったわけです、ね。そう。もうめちゃくちゃ電通。だからやられちゃったんじゃないですか。いや、それ、そう、まさにそう。だから2004年に、もう電通側がもう怒り狂ってるわけですよ。はいはいはい、はい。だってこっちもね、ヒエだ。成田とかっつって呼び捨てにして、もうパーティーに行って、パーティーの席順ですらまた文句言うんですよ。もうどうでもええや、なんで俺が成田の下座やねんみたいな、そんなレベルのことをやってて、海老沢は憎しが募って、なるほど。海老沢のアキレス腱なんやって調べたら、うん、芸能だったんですよ。だから芸能のチーフプロデューサーの不正を文春にリークして、海老沢さんを追い落とした。だから、海老沢さんはだからそこを全然分かってなかったんです。彼は全然お金も女もめちゃくちゃしないから、報道の方は抑えてるけど、そう、芸能なんて一切知らなかったから。もともと政治部ですもんね。で、海老沢さんはね。ね。報道局の中にスポーツ報道センターがあって、僕はここにいたんですよ。なるほど、なるほど。ここは報道局にいるので、報道局長の部下でもあるんですけど、スポーツと芸能は紅白歌合戦とかでも繋がってて、僕ちょうど真ん中にいたから、芸能とも僕はすごく連絡を取り合ってたわけですよ。もう芸能の部屋行ったらわかりますか？いろんなもの置いてあります。何すか？いろんなもの。いや、でも貢ぎ物ですよ。あ、貢ぎ物ね。その、なんか物置いて、そんなに名刺置いてあるわけですよ。もう席中にそんなだらけ。中には現金入ってんちゃうかっていうのは疑いもあるようなもんなんですよ、ね。そういうとこだと僕は知ってたから、うん、やっぱり金むちゃくちゃしてたから、電通が文春を使って、海老沢落としに走ったんですよ。なるほど、ね。と思いますよ、僕は。だから海老沢さんがいなくなってから、文春は NHK 本気で叩かなくなりました。僕一回文春の記者で本当にめちゃくちゃ怒りました。海老沢さん落としたかったわけで、NHK の本来の悪事をやる気ないんやろって文春には言いました。まあ、文春はやる気ないでしょ。ないんですよ。文春イコール電通だから。そこも繋がってんの。それはそうですよ。で、文春は電通からいっぱい広告費もらってるから。ああ。海老沢さんにその後僕怒られました。僕 NHK 辞めた後。お前そんなこともわからんかったんか。NHK だけやで日本の文化を守れるのは。電通もフジテレビも当然文春もあいつらは所詮は金儲け。うん、僕は海老沢さんにお世話になったのに、うん、海老沢さんの足を引っ張ってしまったな、ごめんなさいって電話を一回入れたことがある。お前今頃分かったか、うん、ちょっと一回 YouTube で話してくれませんかって言うけどまだ俺現役だからなとか言われてだからそういう意味じゃ久しぶりに海老沢さんと僕喋るの面白いと思う。海老沢さん出てきたらやばいですね。海老沢克爾と立花隆の対談っていうのは面白いかも。いやーちょっと怖いな電通語ってほしいですね。聞いてみましょうか。いや絶対怖いですけどね。ホリエモンと海老沢克爾の対談どうですか。いやいや怖いです怖いですホリエさんに怖いのがあるんですか。いやわかんないですけど何が出てくるんだろう、ね、あでもね海老沢さん本当にいい人ですよ。世間が思ってる怖い人では全くないですね。これからね、そのネット時代になって、その電通の強みっていうものが全く活かせないような、で、テレビはどんどん凋落していくじゃないですか。僕は予測してたんですけど、ネットの広告費がテレビの広告費を抜いたんで、抜きましたね、抜いたらプレミアムが落ちていくんで、うん、激減していくだろうなと。うん、テレビの広告費ってのは激減していくだろうなって、うん、今もだってほら、バラ売りとか始めてるじゃないですか。あのテレシーとかさ。あれはでも、どっちかっていうと、旧勢力というか、テレビ局とか電通とか、あの辺が作った会社ですけど。ただ、あんなもの、いらなかったじゃないですか。テレビ局で CM しませんかなんて。うん、
むしろできるんですかっていう話なの、うん。それを今バラ売りし始めたんで、なかなか結構断末魔だと思います。新聞の広告なんかもやっぱりそれに近いんだろうな。いや、もう新聞の広告はもう相当前からそうです、ね。いや、新聞の広告ってね、あれ定価があるじゃないですか。うん、未だ崩れてないんですよ、うん。あれなんで定価があるかって言ったら、選挙の時にあの広告売れるからです。ああ、僕値引き価格でしか買ったことないんですよね。読売新聞全面広告、20万とか30万とかで買ったことありますよ。そんな安いのって思って出してみたけど、あんま効果ないですよね。効果ないですよね。そう。だから僕今回一面広告出したんですよ。うん、NHK 党で。うん、保証金だけで1億3000万ぐらい払ってますね。1% いったら税金で出してくれるんで、いかなかった時用の保証金が1億3000万なんで、多分1面で1億3000万。定価1億3000万ですよ。それは崩さないんですよ。だから新聞社は実は選挙がないと儲からないです。だからあの解散解散とか言うのも、解散って言うと新聞が折れるし、選挙があると新聞は儲かる。1億3000万出してくれるんですか？出してくれますよ、国が。税金が新聞社に払うんですよ。まず、この一面広告 1.3 億円という定価があるわけです、うん。で、選挙の時はこれが定価で売れるので、うん、新聞社は政党からもらうか、1% 超えると国からもらうかのどっちからからもらえるのが確定なんですよ。すごい。だから、もし 1% いかなかった時にはこちらが払わなきゃいけないので、一応保証金出してくださいってなるんですよ。で、その時の歌い文句面白いですけどね。いや、もし 1% いかなくても 1.3 億なんですけど、ちょっと安くすることも、みたいなこと言ってくるんですよ。だからそういう形で新聞社は未だに定価っていうのを崩してないのは、選挙管理委員会からお金もらえるからです。なるほど。テレビ局もそういうことをやってくるんじゃないですか、これから。あー、なるほど。定価は絶対崩したくないんですよ。まあでもテレシーとか安く売っちゃってますけどね。あー、でもテレビでちょっと CM したい。僕と堀江さんテレビ出ませんし、いやフジテレビが出してくれますかね。なんかやってみたいですね、うん、まあ確かにどれぐらい弱ってるか、うん、僕だってテレビ朝日を多分今裁判してるから、例の、うん、途中で出てきたから、テレビ朝日で僕の CM やってくれませんか。本当にその辺の力関係ってのは変わってきてて、フジテレビもほら希望退職募ったら、はい、優秀なやつから100人以上150人とか多分やめたんだと思いますけど、 ね、そろそろテレビ業界と大手広告代理店の力関係っていうのが相当変わってくるんじゃないかなっていう、今ちょうどその瀬戸際にあるなっていう。ただ僕はテレビの強さに関しては衰えない派なんですよ。もうめちゃくちゃ簡単で、理由はね、うん、テレビって絶対これ以上チャンネル増えないじゃないですか。まあよほどの改革が進まない限り。で、今インターネットでこのように僕たちが深掘りしてるネタは結局テレビなんです。だからテレビにとりあえず出ないとネタは作れないんですよ、うん。なるほど。だからテレビの影響力は下がるにしても、テレビにはまたフジテレビを頑張りましょう。え、乗っ取りに行くんですか？いや、乗っ取りっていうか乗っ取りっていう言葉良くないですね。なんかね。はあ。普通に買収したいですよね。面白いな。今度は有効的にいけるんじゃないですか？いや、無理なんじゃないですか、ヒエダさんがいる限りは。あ、でも、だからヒエダさんがいる限りでしょ、うん、ヒエダさんがいなくなったらワンチャンあるんじゃないですか、まあ、いなくなったらワンチャンあるでしょ。ねえ、はい。あの球体に堀江さんがいたら面白いな。堀江さんが社長としてあそこにいたら面白いじゃないですか。いや、でもね、テレビがその価値があるっていうのは僕も同意です。だから僕言ってますもん、なんか IT 企業とか今勢いがある人たちは、もう地方のテレビ局でもいいから買っちゃいなっつって。これでも YouTuber でお金出し合って、買い取るのが一番なんか、まあ、買い取るか作るか。でも YouTuber が作った方がなんか面白そうですよね。ああ、いいっすね。ね、できそうですね。だって YouTube でコラボしませんかよりもテレビ出ませんかの方が絶対来てくれやすいわけでしょ。まあそうですね。で、テレビでやれば特にネットニュースにもなりやすいから、そう。なんかどっかの街のネットワーク局でアンテナも借りりゃいいんで、うん、クーポンとか乗ってきそうな感じしません？乗ってきそうですね。ね、テレビ局作る。